どうもこんにちは、今回はですね、先日作ったテーブル、こちらです。こちらなんですけども、早速ですね、車に積み込んでみました。車に積み込んで、使い勝手、その辺をね、見ていきたいなと思います。前回の動画だとですね、ちょっとイメージが湧きづらかったのかなというところもありますので、ちょっと細かいところを見ていこうと思います。まずはね、車の中こんな感じになってまして、車中泊仕様に今してます。こちらがですね、ベッドになってまして、一応ね、伸縮式になってるんですが、このテーブルを置くことによって、あくまで一人用ということで、割り切って使おうかなと思ってます。で、以前使ってたテーブルなんですが、これはね、ここの下に、まだ収納したままになってます。で、このね、テーブル、一応ね、収納とテーブルを一緒にしたくて作りました。大体ね、車中泊仕様の車っていうと、こういう上とかに、棚とか作るんですけども、見ての通りですね、R の部分が結構あります。で、R の部分があるので、まあ、できることはできるんですけども、ちょっとめんどくさい作業になってしまうので、ここにね、棚を作るというのは、とりあえずやめました。で、その代わりに、こういったテーブルを用意したというわけなんですけども、収納がですね、幅40センチの、奥行き80センチということになってますので、かなりね、大容量のものが入ります。ちなみに今入ってるものは、今ね、中身はこんな感じになってまして、キャンプ用品はね、そのまま入れちゃってるんですが、まずね、椅子が2つでしょ。折りたたみの椅子が2つに、これがジャンプスターター、バッテリーが上がった時のためのジャンプスターター。それと、ペグ打ち用のハンマー、なんて言うんだっけ、忘れちゃいました。なんか、とにかく金槌です。で、これがエアマットですね。空気を入れて膨らませるエアマットで、ウェットティッシュ代わりのお尻拭き、赤ちゃん用のお尻拭きが入ってます。それと、夜間と、ガスが2つ。それとお湯を沸かすための代償ポットですね。これが一つに、これはね、ちょっとまだ開けてないんですが、セリアで買ったゴムバンド、食器バンドですね。これ結構便利なんですよ。今、こういう感じでやってますけども、食器ってバラバラになりやすいんで、これはあると便利かなと思います。っていうのがまだ開けてないのが一個あって、それとね、カトラリーセット。これ前100均のやつで紹介したやつですね。で、今からの時期には絶対に必要なサーモスの保冷缶ホルダー。それとね、この中には紅茶が入ってます。この中には紅茶だったり、唐辛子だったり、砂糖だったり、まあなんか、袋物ですね。袋物をまとめているという感じです。で、それと、料理の勉強しようと思って買ったアヒージョの方。これはまあ、今いらないと。で、これがね、箸とかが入ってます。箸とかが入ってるものと、これがポータブル電源ということになってます。まあ、この中ですね、車中泊だといらないものもだいぶありますんで、いらないものは整理して使おうかなという感じです。で、走ってるときは、こういう感じで、ロックができますんで、この中身がですね、落ちてくる心配もなしというふうになってます。で、今回これを作ったですね、一番の利点として、4方向どっからでも開くようになってます。開くようになってますんで、当然このままドアを閉めることも可能になってます。ポータブル電源から出てくるケーブル類はこちらに回して使おうかなと思ってます。まあ、正面から出してもいいんですけど、横から出した方がまあ使い勝手はいいのかなということで、今回これを作ったというわけです。まあ、ここ金網になってるんですけど、なんならここくり抜いて、ここからケーブル出してもいいですけどね。そういうのもまた楽しいかなと思います。まあ、この辺は使いながらという感じなんですが、こういう感じでテーブルを置いてます。で、ここにね、冷蔵庫があるんですが、冷蔵庫はね、この中に収納できるようになってます。この足の高さがね、30センチあるんで、こういったね、物も置けるようにということで、このサイズにしたというのがあります。ちょっと一回冷蔵庫入れてみましょうかね。はい、こんな感じでですね、すっぽり収まるサイズに作ってます。
ただすっぽり収まるんですが、これだと開けることができません、蓋を開けることができないので、さっきのようにですね後部座席を倒して乗せているという感じになってます。冷蔵庫をですね後部座席の上に乗せておくという形はですね車中泊の旅でもやってましたんで、多分ね一番使い勝手がいいのかなと思います。まあ、車中泊したりとかですね車中泊の旅をしたりとかっていうのは、まあ、どうしてもですね YouTube 的には料理した方が面白いのかなと思うんですけど、まあ、実際ねリアルな旅になると料理しないんですよ。しないし、まあ、やっぱりゴミがあんまり出ない方がいいっていうのと、生物はね足が速いっていうことでおそらくね料理しない人の方が多いんじゃないかなと思います。なのでまあこの中にね調理器具とか入っちゃってますけど、まあ、基本的に料理はしないのかなと思います。まあ、料理をする楽しさというよりかはですね、その場その場に行って現地のものを食べる楽しさだったりとか、旅行の楽しさですよね。そういったものの方が車中泊っていうのは楽しみの占める割合が多いのかなと思いますので、ここのね荷物もねまたちょっと整理しないとなと思ってます。はい、ということでですね車の中こんな感じになってます。これがねテーブルで、この横ですね、この横は今空いてる状態です。空いてる状態でこの中にポータブル電源が入ってるんですが、横から出して、全て繋いでるという感じです。これならね、ポータブル電源の置き場所も、ずっと決まったままにできますし、この中の荷物も、まあ、すぐ取り出せるかなという感じです。今ですね、冷蔵庫ここに置いてるんでちょっと邪魔ですが、本来はこっち側に来てます。で、この下ですね、下にはスペースがありますんで、30センチのスペースですね。30センチのスペースがあるので、この下にね足を投げることもできますし、なんならこの下にも荷物を乗せることができます。でこのテーブルなんですが、ここからも開けられるしこっちからも開けられるし当然こっちからも開けられます。はい、そしてですねキャンプバージョン、キャンプに行くときバージョンはこちらです。変わったところといえば後部座席が上がったところでしょうかね。後部座席がこのように上がってますが、80センチ40センチで作ってますので問題なくこのまま乗せることができました。で今回作ったこちらですが、後部座席をですねこのまんまの状態で乗せられるようにということでこのサイズにしてます。我が家はですね子供が3人いますのでこの後部座席にね乗りますので、そのたんびにこれをね下ろしたりとかしてるとちょっとめんどくさいなということで、あくまでですね後部座席をそのまんまにした状態で、これが乗せられるということにこだわって作りました。で、ソロキャンプに行くときの荷物として今入れてますけれども、これがタープです。タープとちょっとなんていうのか忘れちゃいましたけどこの弾丸ケースみたいなやつ、こっち側にはペグが入っててこっち側にはライト類が入ってます。それと寝袋と、テントですね。これは DOD のワンポールの5人用のテントです。でこの下にねちょっと見えてるのがポールですね。ポールが入ってます。でもまだ余裕はある感じですね。でこちらなんですが、車中泊ベッドはですね分割式になってます。半分半分で分割してまして、このね後ろ側の方は基本的に積みっぱなしにしてます。で去年ですね笠木キャンプ場で夏キャンプさんに押してもらった夜勤がこちらにまだあります。このベッドはねあれからずっと使ってますので、使っているというか置いたまんまなのかな、車中泊あんま行ってないんで、置いたまんまですけどもこのようにずっとあります。でこちらの荷物なんですが、まず車載冷蔵庫、冷蔵庫なんですが、僕はですねクーラーボックスいいのを持ってなくて、その前にですね車載冷蔵庫を手に入れましたので、ずっとこれを使ってます。ソロキャンプだったりとかですね2人か3人分ぐらいの食材であればこの中に入りますので、まあ車載冷蔵庫でもいいかなと思ってます。でねあとあれなんですよ、クーラーボックスって買うと高いんですよね。いいやつ買うと高いんで、まあ、ポータブル電源とかもね必要になってきますんで、まあ、ポータブル電源が用意できればという話にはなりますが、同じぐらいの値段を出すんであればですね僕は車載冷蔵庫買った方がいいんじゃないかなと思ってます。で前コメントでですね、これですよね、この要は電源をシガーソケットから取ってるんですが、ずっとつなぎっぱなしです。もう1年以上かな、1年以上ぐらいつなぎっぱなしなんですが、バッテリー上がりとかなんかそういった問題が起きませんかという話もされたりするんですが、今のところね全く何の問題も起きてないです。なのでねまあ僕はクーラーボックスよりかはこっちかな。
で先ほどね紹介してなかったんですが、こちらにはですね、ソーラーパネルを置いています。ソーラーパネルはですねポータブル電源用のものを積んでます。であとこの辺はですね、まずこれがクッカーセットでしょ。クッカーセットで、これまだあのタグも外してないんですが、ダイソーで買ったですねショルダーバッグ、これの中身なんですが、以前ね紹介した、こちらですね。まずは、焚き火台、ミニ焚き火台と、ステンレスの焼き網、これちょっと微妙でしたけど一応入ってます。で、チタンの焼き網も入ってます。これが、先ほどの袋の中に全部収納されているという形です。まあ、ちょっとねまだ用意してないんですが、炭を使うことになるかもしれないので、一人用の炭入れ、まあ、なんかブリキ缶とかでもいいんですけど、そういったものをね近々用意しようかなと思ってます。であとこちらなんですが、デイツのランタン、それと、これねなかなか皆さんに好評でよかったなと思うんですが、ダイソーで購入したオイルポットとステンレスカトラリー、これ前回使ったものそのまま置いてますが、これはね使い勝手がいいんじゃないかなと思います。このね蓋がロックできるとねさらに良かったんだけどなという感じですが、まあ本来の使い方とは違うので贅沢は言いますまいという感じです。でこの残ってる木箱は、こちらもねなかなか好評いただいたんですが、スパイスボックスです。まあスパイスボックスに関してはですね、料理する人としない人がいると思うので、まあ絶対必要ってことはないですが、まああるとですね、あのキャンプで料理する楽しさっていうのは結構ありますんで、まああった方がいいかなと思ったりしますけどね。こういうの車中泊はね正直あんまり料理する気にならないっていうのがあるんですが、まあ、車の中っていうのもありますしね。だけどやっぱキャンプ行くとね料理が醍醐味だったりとかする人もいると思いますんで、まあ、こういったものはあると便利じゃないでしょうか。作り方もですね動画で公開してます。であとこれが、前紹介したマルチツールですね。この辺もこの中に入ってます。でちっちゃいライトも入っているので何の意味もないんですが、こういう風にねライトアップしたりもできます。まあ、荷物はそんな感じかな。まあ、こちらはですねあくまであのソロキャンプに行く時の荷物、という感じなので、そうですね家族で行くとなるとまたこれからだいぶ増えてくるんですが、そういった場合はですねこういった車中泊のベッドを外すとかそういったことをしてね対応したいなと思ってます。でまあ、今回ですねこちらを作ったことによってですね、まあ、設営の手間も省けるのかなと思います。今まではですねコンテナボックスの中に入れてたんですが、どうしてもねコンテナボックスの中に入れちゃう と、出し入れがめんどくさかったりとか、コンテナもテーブル化したんですが一回上に物を置いちゃうとですね取り出しにくいっていう難点がありました。そういったね使い勝手が悪いところが出てきたので、コンテナボックスの中っていうのはねほとんど不要品入れになってました。もう言ったらですね半年ぐらい出してないものもいっぱい出てきたので、あんまりこれだったら意味ないなと思いまして、今回ねこれを作ったというわけです。これであればどっからでも開けられるので、おそらく使うものばかりを入れるようになるだろうなというのと、今まではねテーブルとコンテナボックス別々だったんで、まずテーブルを設置して、その上にコンテナボックスから出した荷物を載せたりとか棚に載せたりとかっていうのをしてたんですが、これはねこのまま下ろせばいいだけなんで、そういった手間もね省けるというものです。でこういったものはねなかなかないんですよ。市販品でなくて、まあないからしょうがないんで作ったんですが、まあねこれどっか出してくれたらいいのになと思いますね。ネイチャーストーンでしたっけ、ネイチャーストーンのこういった金網みたいになってて、荷物も入るしテーブルにもなるって折りたたみのものがあるんですが、まあ、大体3万か4万ぐらいするのかな。それはちょっと高すぎるし、やっぱり天板をパカッと開けるタイプだったので、まあ、それよりかは横が開いた方がいいだろうということで、まあ、これをね作って設置してます。いやこうしてみるとね結構いいですよ雰囲気が。ということで今回はですね、こちらの車中泊にも使えるしキャンプにも使えるテーブル兼収納ですね、こちらをですね実際に、車内に設置してみて、使用感というかですね雰囲気
そういったものをお伝えしてみました。もしですね、こちらがいいなと思われた方は実際に作ってる動画も公開してますので、ぜひね、作ってみてはいかがでしょうか。それでは